ヤッホッホーのバイバイバイ、ヘイ、イケメンチャンネルでーす。今日はね、はい、ベイブレード X のランダムブースターボリューム3を6個買ってきました。はい、レアティラノ、欲しい欲しい、当たるかな、なんか怖いね。うん、まあ他のもなんか今回いいベイが揃ってるみたいなんで、はい、一個一個期待していきましょう。ゴーゴー。うわ、うん、どうした？開けています。恐竜、今回ね、斜めにビットが切れてたのね、うん、あのティラノだよ。はい、見た目ビット、じゃあビットから開けていきます。へー、何色だ、あードキドキすんな。青色です。青か、ほら、青はティラノじゃないね、多分ね。あ、そっちか、多分ヘルズチェインだと思います。なるほど、じゃあ次ラチェット開けます。はい、ラチェットも裏側が水色で前が青色です。お、あ、いっちゃんが好きな色なんじゃない。うん、チェインです。1個目そっちから来ましたよ。ゴーゴーティーラノー、ゴーゴーティーラノー。よし、じゃあ2個目の箱を開けていきます。お願いします。やっぱね、6個買うとねドキドキしますね。はい、白いビットですね。白、白ロチェットはなんか黒くて上がなんかここをとんがってます。いいじゃん、欲しいよね。あ、黒シャークでした。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、イエーイ。欲しいの来たな。でもレアの 方が欲しいですよ。シャーク、すごい、まだ1個もダブってない。ビットが紫色でした。うん、ラチェットが紫色、うん、これはライノホーンだった。ああ、ライノホーンでした。イエーイ、よし。うち実はね、ライノホーン持ってないですからね。はい、持ってません。初めてお迎えいたしました。じゃあ4個目の箱、確かに、これ開けます。うわー、ドキドキすんな。ダブったらやばいよ、こっからって気がすんな。ちなみに商品の選び方は、あの棚に入ってる通りに連続で取りましたよ。はい、じゃあビットから切っていきます。はい、水色が出ました。あれ、初めて、今回、うん、水色初めてだよ。私は多分レアだと思う。マジで、え、斜めになってる。じゃあ、え、斜めになってる。あ、ほんと、起きたんじゃない。じゃあラチェットは黒と赤です。これ黒だ、じゃあ上を見えます。あ、ごめん、レアです。おー、ちょちょ、見せ見せ見せ、どんなの、どんなの。じゃあやったー、イエーイ。あと2個箱残ってんのにもうレア出ました。いやー、よかった、ちょっとホッとした、ちょっとホッとした。うん、あー、しかもダブってない。はい、で続き開けるね、獅子舞さん。はい。あとはドランダーガーとね、ティラノビットのレアじゃない方があります。これの中でまたビット紫出た。あ、なんかさっきあったね。あら、いらっしゃいませ。は
大の本様いらっしゃいませ。大の本また出ました。やっぱり大の本でした。ダブリ、はい、ダブリ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 。さあラスト1個だ。ラスト1個開けます。じゃあビット、次のビット開けます。はい、お願いします。また紫です。大の本祭り、イエーイ。じゃあ結論としては、まあそのまま並んでんのをね、前から順番に6個取ったらレアティラノ来ましたよということで、はい、はい、皆さん何かご参考にしていただければと思います。はい、また見てね。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。ちょっと、ティラノを食べようと思ってたんですけど、ティラノちゃんが可愛いんで、こっちで我慢しときます。はい。わー。ティラノ、尻尾まで食べてる。痛い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 痛